世は太平なれど、その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりませぬ。故に刀騒ぎを見る。
成し遂げたい。そう思うか。わしもそう思う。わしらだってよう働いたではないか。その通りじゃ。助け信長様。お前らは十分な武功を手に入れておる。誰か教えてやれ。はっ。ええか、こたびの戦は何故かでだが、ほれ言うてみ。信長様の見事な采配にございます。ほうじゃほうじゃ。だがそれだけではないんじゃ。それだけではない。総兵、なんじゃと思う。武将の皆様がその采配に見事にお答えになされました。ほうじゃ。じゃがそれだけではないんじゃ。それだけじゃない。まずわかるかや。わかりませぬ。お主らじゃ。わしらが。お主らがここぞという時にちゃんと伝令をしたから勝てたんじゃ。しかし伝令を軽んじるではないぞ。戦は善意の心を一つにせねば勝てるものではない。武士らは戦場をかけまい、見事我らを一つにまとめたのじゃ。それがお主らの武功じゃ。あんだけ幸せ。我が軍に必要なき人間は一人もおらん。よくやった。これからも励め。もう体勢が激しくなってきたよ。今のも負けるでないぜ。いざ出陣。